皆さんこんにちは。本日のマッチはアリムシャールジャ対アルティプラーノブナ、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。この人は最近その成長が話題になってきている選手です。監督もここ何試合かの成長ぶりは賞賛に値するとコメントしていました。まあ見ていてコンディションがいいでしょうね、監督はこの期間をしっかり生かすような采配をしないといけないでしょうね。期待されますね。監督の動きもラインナップご紹介しましょう。勝者はどちらなのか。好ゲームを期待しましょう。さあ今試合が始まりました。アリムシャールジャ対アルティプラーノブナ、解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。スペースへ出す、スルーパスからのチャンスでしたが、これは決まりませんでした。あのチャンスをよく見えてましたよね。出る瞬間にはチャンスだと思いませんでしたけどもね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。さあシュート、いやアリムシャールジャ先制。さあまずは先制、これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これはシュート前のパスが決定的だったんじゃないでしょうかね。出してと受けてのタイミングがバッチリでしたからね。相手のディフェンダーは一歩対応が遅れましたよね。パスを受ける方もしっかりキーパーの位置を見ていたのでこういうゴールが生まれましたよね。シーズン5ゴール目となります。さあハリムシャールジャ、貴重な先制点を奪いました。やっぱりホームの試合は落としたくないですから、先制して主導権を握るっていうのは非常に大きいですね。そうですね。ここで前を向けるか、前線にボールを送ります。上げる、ここには誰もいませんでした。アルティプラーノブナ、ここまでアウェー戦で全勝、引き分けも負けもありません。敵地での強さが光っています。まあ強いですよね。完全アウェーで勝てるということは、やはりクラブのメンタルがしっかりしている証拠ですよね。そうですね、地元のファンも心強いと思いますけどもね、はい、シュート、守護神触る、一旦クリアで落ち着かせます。ここは競り勝ちます。瀬川、長い縦へのボール、これはチャンスだ、シュート、守護神触る、あわやというシーンでしたがここはしのぎます。どうだ、シュート、ゴールポスト、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。
アリムシャールジャ、先日の試合ではあまり采配が的確でなかったとの指摘、ところどころありましたね。まあそうですね、あれは途中からディフェンスの枚数を減らしたのが良くなかったですよね。あの状況で後ろを手薄にすることはリスクが大きいですから、完全にそれが裏目に出てしまいましたよね。普段としてはこの辺で前線で仕掛けていくシーンをたくさん作っていきたいですよね。セットプレーのチャンスなんかも作りやすくなりますからね。アティフ、ニムラ、大きく縦へ、縦へのボール、自分で行く、どうだ、長いボール縦へ、裏を狙っていきます、スルーパス打つか、チャンス作れるか、裏のスペースを狙う、チャンス来た、シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。スペースをもらうことができた時にはチャンスは広がりますよね。アリムシャールじゃ、今のカウンターは危なかったですよね。自分たちが攻めあぐねてるということは、相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいでしょうね。そういう意味では嫌な時間帯や局面ではボールを失わないことが大切ですよね。チャンスだ、アルティプラーノブナ、ここでファールがありました。アルティプラーノブナ、今日は先制を食らってしまいました。しかし崩してはいるようにも見えるんですが、どうご覧になりますか。そうですね、確かに形は作れてますからね。時間もまだ余裕があるので、この後のチャンスで決めるところを決めていきたいですよね。アティフ、長いボールを振ります、ロングフィードで狙う、さあ右へ預けて、さあ繋がるか、チャンス抜けた、瀬川、玉川、素早いパスで攻め上がっていきます。このボールに触ります、これもファウルですもんね。三村、今のは注意だけだったようですね。味方を走らせる、繋がります、打つ、左に抜ける、この辺ね、外れはしましたけども、ギリギリのところ狙ってますよね。いい形ですよ、サイドを使う、いい展開ですね。どうだ、このクロスには合わせる選手がいません。速いパス回し、ミドル、タジリのセーブ、まだある、さあボールを追う、シュート、わずかに右へそれました。
スを防ぎます。一人で駆け上がる、抜けてくる、またファウルか。ここも固い守りでボールを奪います。普段としてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。ここはすぐ奪い返します。柔らかいボール、普段としてはこの 0-1 の状況をどう捉えるかがポイントですよね。無理せず後半狙っていくのか、それともリスクをかけて同点狙いに行くのか、時間帯はその意識によって後半立ち上がりのプランも変わってきますからね。ベンチはそこをしっかりピッチに伝えないといけないですよね。最初のコーナーキック、縦へのボール、アーチのようなパス、裏へ抜けた、これは繋がりませんでした。右サイドへ振って上げてくる、まだありますね、チャンス。裏に味方を走らせる、決まった、追いついた、アルティプラーノ無難、同点。今日のゲームをリセットします。いいですね、見せますね。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。ゲーム見応えがさらに出てきました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。瀬川、スルーパスを出す、チャンス抜けた、チャンスですよ。ファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。見応えのある好ゲームです。さあ前半いかがでしたか。お互いに言えることは全力を出し切らない限りは勝利はものにできない、はい、そういう意気込みっていうのは強く感じますよね。なるほど。前半は1対1の同点で終了しています。さあご覧のようにセカンドハーフスタートしています。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。裏へ届くか、フェイントで抜きます、裏のスペースへ、大きく縦へスルーパスを出す、サイドのスペースを使う、中央へ、頭だ、来た、勝ち越し、アルティプラーノ無難、ゲームをひっくり返します。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。なるほど。
今日2点目です。さあアルティプラーノブナ待望の1点をもぎ取っています。さあ右へ預けて玉川低いボールを入れる。体を張ったプレー。アティフ、玉川縦に送ります。さあカウンターを仕掛けます。これは来た、抜けちゃうんですよね。ここクリアで難を逃れます。さあ左サイドへアティフ、さあ右サイドから上がっていく。どうだ、フォローいいですね。少し時間を使いすぎたか、最後うまくいきません。時間をかけると守備の陣形が整ってしまいますからね。そうですね、ちょっと焦りがあったかもしれませんね。はい、ハリムシャールジャとしては先ほどからマークする相手に対してあまり近すぎないように距離を保ったポジションを取ってるんですよね。なるほど、その意図は何なのでしょうか。まあ裏を取られるのが嫌なんじゃないでしょうかね、ラインを高めに設定してオフサイドトラップ仕掛けるという手もあるんですけども、はい、失敗した時のリスクを考えて裏のスペースを消すやり方を選択してるんですよね。キーパーから前線へ、ここは競り勝ちます。長いボール縦へ上げる、ここには誰もいませんでした。アティフ裏へのスルーパス、さあ中央へ、よくカバーしましたよ。縦にボールを送ります。裏のスペースへ、打っていった、うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。足元ではなくてやはりこう少しスペースに出していくボールがね、非常に効果的ですよね。いや今のカウンターといい、この攻守非常に見応えがありますよね。今のはシュートミスでしたけどもね、簡単にやられすぎですよね。大きなピンチから目を覚ますことがあると思うので、ここからは集中してほしいですよね。ここは競り勝ちます。抜けてくる、この柔らかいパス、絶好の位置で受ける、いやー追加点、アルティプラーノブナン、これで2点差。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴールが生まれました。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね、今みたいなところは。はい、ギリギリの攻めぎ合いでしたよね。そうですね、カットトリック、プラーノブナン勝利へと導く1点となるのでしょうか。ブナンとしては監督が描いたイメージ通りに今日は進んでいると思いますね。この後のプレーがだいぶ楽になると思いますけどもね。としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。スルーパスを出す、ここで受ける、
ベースを狙う。このボールがつながります。自分で行く。どうだ、ヘッディング。お互いの意図完璧というヘッドでしたが決まりませんでした。サイド崩されましたよね。突破されて中央を守りきれてないですよね。今のハリムシャールが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。届くか。一人上がっていく。抜けてくる。クロスを選択。縦に仕掛けます。瀬川、もう一つ前に行きたい。緩いボール来た。これは追加点。アルティプラーノ・ブナン、さらに突き放します。これで3ゴール差。これは華麗なスルーパスからのゴール。タイミング素晴らしかったですね。そう、試合で何回も訪れないんじゃないでしょうかね、こういったシーンというのはね。両者のタイミングがなければ生まれないゴールですからね。プラーノ・ブナン3点のリードでリスタート。ブナンとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。柳、大きく縦へ。ここ勝負ですね。アティフ、アリ気味のボール、旗が上がっています。オフサイドです。いや、オフサイドになりましたけどもね、直前のダイレクトパスは見事でしたね。ハリムシャール、メンバーチェンジをします。後半ももう3分の2が経過しています。いけるか。吉川、ここでファールがありました。右サイドへ振ってロングフィードで狙う。シュートもあります。来た、チャンスだ。ここから行きますよ。ここは競り勝ちます。ここはファールです。注意に終わります。さあ、これで交代枠をすべて使い切ります。アルティプラーノ・ブナ、
手にボールをつないでいきます。アーチのようなパス、これは奪い返します。長いボールを送ります。さあ抜きにかかるか。さあ一気にカウンター、味方を走らせる。ここ勝負ですね。マイナスクロス、呼んでいた。さあ右へ預けて右サイド上がっていく。通るのかこのパス。ここで収まる。シュート、ゲット、ハリムシャールジャー。ハリムシャールジャー、さあ追いつくことができるのか。あと2点で同点です。北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、こう積極的にボックス内まで持ち込んで、ゴールの確率を高めてからという考え方だったんじゃないでしょうかね、はい、しっかり決めてきましたね。そうですね、今シーズン2ゴール目です。さあハリムシャールジャー、あと2点というところまで来ています。今のファールでイエローカードをもらっています。ゴールキックです。チャンスだ、追加点。アルティプラーノ無難、3点のリード。ダメ押しゴールになるのか。いや、今のは非常に危険な位置で奪われてからの失点でした。まあ相手の不注意と言ってしまえばそれまでなんですけどもね、はい、高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい形の攻撃でしたね。そうですね、今日2点目のゴールです。さあアルティプラーノブナ3ゴールリード、サイドを縦に走らせます。上げる、このボールをカットします。ここで笛です。5対2、アルティプラーノブナ見事白星を挙げました。北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。ブナとしては攻撃的で非常に迫力がありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあそろそろお別れの時が来ました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アルティプラーノブナ見事勝ち点3を得ています。
さあ決勝です。カップを掲げるチームはどちらなのか。 AFC チャンピオンズリーグ決勝セカンドレグ、両チームピッチに現れます。超満員のスタジアムです。このカップを掲げるチームはどちらなのか。素晴らしいピッチ上の戦いを期待しましょう。決勝の笛が吹かれました。 AFC チャンピオンズリーグ決勝セカンドレグ、アルティプラーノ・ブナン対アルイテハド。まあ見ている方としてはね、スーパーゴールをたくさん見たいところなんですけどもね、はい、決勝戦ともなると非常にタイトな試合になってくるんじゃないでしょうかね、うん、なるほど。ここでファウルをもらいます。アルティプラーノ・ブナン早くもカードをもらってしまいます。ここで前を向けるか。チャンス、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。勝負ですね。柳、右サイド上がっていく、裏へ届くか、ボールがつながる、サイドのスペースを使う、クロスを上げる、カットです。ふわっとしたボール、シュート、いやー、先制。
が先制。さあ今のボールいかがでしょうか。まあ本人としては今後の自信につながるような綺麗なボレーシュートだったんじゃないでしょうかね。さあアルティプラーノブナ、この重要な試合でまず一歩リードしています。ルーズボールからアシリ、チャンスですよ。これは来た、チャンス来た、シュート止めた、ゲット。アルティプラーノブナ早くも2対0。アルナルニがこう弾いたボールを正確に押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから今のは落ち着いて流し込みましたよね。今日2点目です。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ボールを下げてリズムを作るか、自分で行く。さあカウンターを仕掛けます。ボールが上がる、頭で来た、決まった、追加点、連続ゴール、アルティプラーノブナ。クロスから頭で合わせ決まりました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今日もハットトリックです。勢いが止まらない。普段としてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。裏に味方を走らせる、抜けてくる、吉川、柳、アルティプラーノブナ。この前半序盤の段階でなんと3対0と早くも今日のゲームの行き先、その決着を予感させかねない展開ですね。どうご覧になりますか。いやー、びっくりですよね。早くもこんなに動くとは予想もしなかったですからね。次の1点がどちらに入るかで、ある程度この試合の流れが早くも読める展開になってしまいますよね。ここは競り勝ちます。瀬川、縦を使います。スルーパス、いい展開ですね。裏を狙っていきます。どうだ、ここは競り勝ちます。吉川、サイドを使う、もういい形ですよ。上がる、瀬川、パスでつないで攻め込んでいきます。アルティプラーノブナ、ここは競り勝ちます。素早いパスで攻め上がっていきます。ここは競り勝ちます。アルティプラーノブナ、ここでファールがありました。長いフィード、前線へロングフィードで狙う、前線が長いボール、三村、上げる、
ベースへ出す。どうだ、ディフェンダー集中力いいですよ。どうだ、ここには誰もいませんでした。歩いて波動、ここでファウルを取られます。縦のボール、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。上げる、アーチのようなパス、頭、最後ヘッド、合いません。奪ってから鋭い攻撃ですよね、うん、ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。そうですね。アルティプラーノブナ、なんとか今のシーンしのぎましたね。自分たちが攻めあぐねてるということは、相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいでしょうね。そういう意味では嫌な時間帯や局面ではボールを失わないことが大切ですよね。チャンスになる、入りましたよ。シュート、守護神触る。今日4点目かというシーン。最後はちょっと焦りましたかね。ちょっとシュートのコントロールが足りませんでしたね。アルティプラーノブナ、チャンスを迎えたシーンがありました。長いボールを送ります。スンマルテア、ここは競り勝ちます。浜川、すでにハットトリック。さあ4点目はあるのでしょうか。中央へ、危ない、このボレーシュート、守護神触る。長いボール縦へ、このボールをカットします。来た、かわす、チャレンジはしません。後ろに流す、固いディフェンス、大きく縦へ、吉川、組み立てながら攻め上がっていく、上げる、つながります、もう一度上げる、来た、ヘディング、ゲット。アルティプラーノブナン、さらに突き放します。スティックなクロスが頭に届いた、いいシュートでしたね。セラスを突いてしっかり頭で決めてきましたからね。アルティプラーノブナ、圧倒的な強さを見せています。長いボール縦へ、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。味方を走らせる、ボールつながります。アブドゥルファターアシリ、長いボールを送ります。歩いてハドとしてはいいディフェンスですよね。中盤でパスコースをしっかり読めてますからね。スルーパスを出す、いい展開ですね。縦へのボール、裏のスペースを狙う、ロングフィードで狙う、このボールに触ります。裏のスペースへ、いいでしょ、もういい形ですよ。ここでファールをもらいます。歩いて波動、これはカード、まあ
さっき注意受けてましたから出てもおかしくないとは思いましたけどもね。およそ30メートルというところです。ちょっとパスが長すぎました。裏を狙っていきます。中央へ岡村追加点。アルティプラーノブナン今日は止まりません。ディフェンスの寄せに合っていたんですがものともせずシュートゴールでした。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、フィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。なるほど。ティプラーノブナ、ここで笛です。緊迫の決勝戦、まずは前半45分を終えました。カヤクコまさに大爆発というところです。このファイナルマッチ前半が終了しました。ここまでご覧になっていかがでしょう。ブナンとしてはひとまずリードで折り返しましたけど、こういった決勝ともなると何が起こるか分かりませんからね。後半は後半でしっかりと気持ちを切り替えることが必要になってきますよね。45分後、栄光と美酒に酔うチームはどちらなのか。まさに雌雄が決するその瞬間。しかと来た追加点。アルティプラーノブナン大量リード。鋭いボールゴールへと突き刺さりました。いや振り抜きましたね。これ本人も気持ちよかったでしょうね。今日2点目のゴールです。最終ラインまでボールを下げる。ロングフィードで狙う。これはなかなかこじ開けられない。まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。三村、玉川、吉川、さあつながるか。クロス、アルカルリしっかりと抑えました。スンマルテアン、これをカットします。アルモンタシャリ、アーチのようなパス抜けてくる。瀬川、二村、大きく前線に入れます。スルーパスを出す。インターセプト。アルカルリ大きく前線へ。サイドを縦に走らせます。自分で行く。ゴールキックとなります。二村、玉川、二村スペース出ましたね。チャンスだ。サイドのスペースを使います。クロスを選択。前線にボールを送ります。ここかわす。ボールのこのパスフリーだ。打っていった。ここクリアで難を逃れます。入
ってもおかしくない決定的なシーンがありました。上げてくる、どうだ、おっとルーズボール。さあ左へ預けて、ここは競り勝ちます。前線へ大きなフィードです。裏狙いましたね。来たチャンスだ、切り込むか、シュート、いやー追加点。アルティプラーノ無難、どこまで点差を広げるんでしょうか。これは華麗なスルーパスからのゴール、タイミング素晴らしかったですね。そうですね、スルーパスを出した選手からのメッセージ、はい、決めてくれっていうようなメッセージをしっかり受け取ってのシュートですよね。そうですね、ハットトリック。歩いて波動、メンバーチェンジをします。届くか、シュート、ボールは右にそれていきます。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気しますけどね。いいですね。裏へのスルーパス、いいボールだ。このクロスには合わせる選手がいません。いや早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったでしょうね。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね、効果的ですからね、どんどん狙ってほしいですよね。歩いてハドとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、うん、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、ええ、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね、うん、まあその相互理解がないと穴が開いてしまうってことですね。そうなんですよね。瀬川、裏に味方を走らせる、スペースへ出す、このボールをカットします。いやー少しいい形になりかけたんですけどね。裏を狙っていきます。普段としては突破できませんでしたけどもね、抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では勝負していった方がいいですよね。さあカウンタースピードを上げたいところ、上げてくる、シュート、頭で合わせに行きましたが決めることはできませんでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。歩いて波動、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。スルーパス、アーチのようなパス、縦にボールを送りましたがこれはタイミング合いませんでした。瀬川と、これはつながりません。裏のスペースへ、いいボールだ、ヘディング、
追加点。アルティパラーノブナン全く手を緩めません。クロスに頭で応えました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。これで今日4本目です。アルモンタシャリ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。ブナ、ここでベンチが動きます。スルーパスを出す。このパスが抜ける。ぶつか、一旦前を取る、抜けてくると呼んでいた。いやー、もうギリギリクリアっていう感じですよね。繋がるか。ミドル来た、追加点。アルティパラーノブナン容赦ない一発。美しいパスワークからのゴールでした。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識していないとなかなかできないんですよね。見事な崩し方ですよね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。普段としてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームもメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。吉川、もう急ってきましたね。距離ありましたけども、さあ右へ預けて、長いボール縦へ、三村、サイドを使う、ボールを受けます。中央へ、頭、クロスから頭で合わせましたが及びません。アルティパラーノブナン、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。抜けてくる、この柔らかいパス、長いボールを送ります。スペース、今
いボール出たんですけどね。縦にボールをつないでいきます。味方を走らせる。戻りましょう。ミドル。力強いシュートでした。誰もいませんでした。裏のスペースを狙う。チャンス来た。ボールが迫る。緩いボール。これはチャンスだ。これはポスト。シュートで終わりますが枠へは行きません。返します。低いボールを入れる。この柔らかいパス、このパスはキーパーへ。タイムアップ。ついに優勝の瞬間。ここで歓喜の時が訪れます。長きにわたる戦い、心技体試された勇者たち。他者の誇り、そして敗者にも誇りがあります。晴れ晴れとした表情の選手たち。素晴らしい戦いをありがとう。全てをかけた戦いをありがとう。高々とカップが掲げられます。この歴史的優勝の瞬間、この感動を忘れぬうちにまた素晴らしい戦いを期待しつつのお別れです。実況はジョン・カビラでした。またお会いしましょう。